1948年、丹下梅子は、日本の栄養学者、科学者、辻村道代に次いで、日本人女性として二人目の女性能楽博士である。女性で、初めて帝国大学に入学、卒業した。資料によっては、丹下梅と表記しているものもある。1873年に、鹿児島県鹿児島深金星町岡14町の商家、戸高丹下伊左衛門と、 丹芸田の三女として生まれる。幼年時に、ままごとの竹橋を持ちながら走っていた時に転倒して、竹橋が右目に刺さり、失明する。鹿児島県立女子師範学校を卒業後、当時の女子師範附属尋常小学校の教師になる。28歳で、日本女子大学校化成科生課1回生に入学、卒業後は大学に残り、長井長吉の女子として勤務し、 女性初の文部省中等科学教員検定試験に合格する。1913年に40歳で宮城県仙台市の東北帝国大学理科、大学科学科へ入学し、同時に入学した黒田地科牧田楽と共に女性初の帝大生となる。官方で合格発表が行われた8月21日は後に女子大生の日となった。東北帝大卒業後、 48歳で渡米し、アメリカ合衆国のスタンフォード大学、コロンビア大学で栄養科学を治め、54歳の時、ジョンズ・ホープキンス大学にて、ステロール研究で博士号を取得した。帰国後は母校である、日本女子大学校の栄養学の教授を務め、理科学研究所に入所し、鈴木梅太郎の下で、ビタミンの研究を行った。 67歳の1940年にビタミン B 2複合体の研究で東京帝国大学から農学博士の学位を受ける。1955年82歳で死去するまで独身を通し女性科学者の先駆者として学級一筋の生涯であった。母校の日本女子大では功績を記念して丹下年奨学金を設けている。父、丹下伊衛門は 上記の通り、金星上保下14町の個町で、同志会の初代収入役を務めた。梅子には4人の兄と2人の姉と一人の妹がいた。一番上の兄は、声援事業。三番目の兄は、佐藤貿易を、父から受け継いだが、失敗した。二番目の兄は、慶応義塾大学に通い、塾長、福沢諭吉からの信頼が厚かったが、24歳で、 亡くなった。四番目の兄、丹下牛四郎は東京帝国大学を卒業し、第七高等学校の教授となった。姉花は実業家、河野翔太郎と結婚した。ありがとうございます。